オゼラ・フ a 1G は、オゼラ・スクアドラ・コルセが1985年、1986年、1987年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ジュゼッペ・ペトロッタ。5名のドライバーにより30戦以上に出走し、7戦で完走した。FA1G は1984年の FA1 回の進化型であり、 アルファロメオ 183T との相似点が数多くあった。FA1G は2台が製作されたが、ポイントを得ることはできなかった。FA1G は FA1 回と同じモノコック構造を採用し、全般的に同一のレイアウトであった。これは、それまでオゼッラのマシン開発を担当していた、ジュゼッペ・ペトロッタの手法とは異なっていた。ハンドリング改善のためペトロッタは、 ホイールベースを 85mm 延長した。また、クーラーの配置は箱型に再設計された。さらに、FA1G、AH、は、小型のディフューザーを持ち、後方がすぼまった、ボトルネック形状をしていた。1985年シーズンに、オゼラは、最初にフロントサスペンション、後にリアサスペンションのジオメトリーを変更した。また、サブフロアも修正された。 これらの作業はペトロッタの直感をもとに行われた。風洞実験はコストの問題から FA1G で行われた。車量は 575kg であったが、これは FA1 回よりも 10kg 軽量であった。しかしながら1985年シーズン最軽量の車両よりも 35kg 以上重かった。エンジン関連は変更がなかった。 FA1G は1.5リッターターボの V 型8、気筒エンジン、アルファロメオティーポ T ポ 890T を搭載した。当初それらは1983年から継続して、開発が行われた。オゼル、ラはアナログな機械式燃料噴射システムを使用したが、それは前年すでにアルファロメオが導入していたシステムであった。1987年には、アルファのファクトリーチームは、 機械式をやめて、ボッシュ勢の電子式インジェクションを導入しており、最終的にそのシステムをオデラも使用した。1985年シーズンで、FA1G、AH、は2台製作された。最初の FA1G、AH、は、1984年に制作された3台の FA1 回のうち1番、新しかった車両から84年から85年に、かけての冬の間に回収された。 二代目の FA1G は1985年の冬に改修された。この二代の FA1G は後に製作された本来の FA1G とは異なり FA1 回を紹介増したものに過ぎなかった。どの車両がどのレースに使用されたかは定かでない。1985年チームは一大体制でシーズンに臨んだ。前半8戦は ピエル・カルロ・ギンザーニが起用され、第9戦以降は、オランダ人ドライバーのヒューブ・ロテン・ガッターが起用された。序盤2戦を FA1 回で戦った後、FA1G は、第3戦のサンマリノでデビューした。ギンザーニは6戦を FA1G で戦い、5度の予選通過、フィニッシュラインを超えたのは2回であった。しかしながら、乾燥扱いはフランスでの15位のみであった。 露天ガッターは8戦中予選通過は7回、リタイアの3回でいずれも技術的問題によるものでフィニッシュラインを超えたのは4回であった。最高位はアデレードでの7位であった。1986年シーズンは2台体制となったが使用できる FA1G は1台のみであった。これは銀座2に,に与えられた。予選落ちはモナコの1回のみであった。 予選はいずれもトップから7から12秒遅れで通過した。決勝での感想は第12戦をオーストリアのみで6周遅れの11位であった。リタイア原因のうち6戦はエンジン及びターボチャージャーのトラブル、3戦はサスペンショントラブルであった。セカンドドライバーはクリスチャン・ダナー、アレンバーグ、アレックス・カフィが交代で務め片遅れの FA1 回が与えられた。 例外は第8戦のフランスで銀座アニが新型の FA1H を使用したことでバーグは FA1G をドライブしたがターボチャージャーのトラブルでリタイアとなった。1987年シーズンはカフィの一大体制となり数戦でセカンドドライバーが投入された。カフィは新型の FA1I を使用したが FA1G に比べると パワーに勝るものの信頼性に欠けていた。カフィは16戦中乾燥したのは1回のみで、エンジントラブルで5回、サスペンション、またはギアボックスのトラブルで4回リタイアした。サンマリノでは、ガブリエル・タルキーニがスポット参戦、FA1G、AH、をドライブした。予選では、ポールタイムから17秒遅れの再開で、予選通過、決勝では序盤に、ギアボックスのトラブルでリタイアした。 イタリア、ポルトガル、スペインでは、フランコ・フォリーニが、セカンドドライバーに起用された。フォリーニはこれらのレースで、f h 1 i をドライブしたとされる。一方で、フォリーニもタルキーニのように、時代遅れの FA1G を使用したとする説もある。フォリーニは、イタリアとポルトガルで、予選通過したが、いずれもマシントラブルでリタイアした。ありがとうございます。